茨城県道38号中港中線は、茨城県日立中市から、中市に至る県道である。日立中市赤土地内の国道245号から、北西の方角へ向かい、ほぼ、中川の左岸に沿って、勝田市街地を経て、国道6号、国道349号を連絡し、中市東木の倉地内の国道118号に至る、延長約 17km の重要な、 幹線道路である。1982年11月1日、前身に当たる県道中港勝田線と県道二色層勝田線を廃止統合して新たな主要地報道として中港中線が路線認定された。1995年の整理番号の再編成により整理番号38となり、現在に至る。物流や 通勤の円滑な交通を確保するために4車線のバイパス化工事が進められ、2008から2009年までに、日立中市、柳沢港区、中か市港区が強用され、金上十字路の交差点改良が行われている。起点の国道245港点から旧道港点まで延長413メートル区間と、国道6号下十字路から終点。 国道118号交点まで延長 5.37km のバイパス各区間は対向4車線にて共用中で、その他区間は対向2車線である。前線を通して、屈曲部はほぼ皆無で大変見通しの良い道路となっている。日立中市から中市を結ぶ、この地域の生活と物流上重要な路線であり、交通量は多い。道路法の規定に基づき、 ひたちなか市方後中市と呼ばみ間は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。ひたちなか市、太平福音、曲線半径、郊外その他道路の状況により最大積載4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。